弁当楽しみですね。あ、でも主様とご一緒であれば私はどんなところでも、なんて。お待たせ。主様、それはスイカでしょうか。そう、ただのスイカ。果物の中でも結構大きくて迫力あるよね。主様、もしかしてスイカが食べたかったのですか。言ってくだされば切ったものをご用意しましたのに。ああ違うよ、これは遊ぶために用意したんだ。切る前の状態じゃないとダメなんだよね。スイカ割りって遊びなんだけど、二人は初めてかな。スイカ割り、初めて聞きました。それが新しい英知の遊びなのですか。そうだよ、これからルールを説明するね。って感じ。要は目隠しした見えない状態で外野のアドバイスを受けながら棒で叩いてスイカを割る。どう？わかった？はい、理解できました。私も理解しました。ですが、何かあった？失礼かもしれませんが、私たちのような実力者であれば目をつむって気配を察しスイカを割るなんて造作もないのでは？ふむ。え？マジ？企画倒れ？まあやってみないとわからないよ。うん、一回軽くやってみようか。目をつむって20秒くらい数えてもらえるかな。わかりました。それでは。19 20。よし、もういいわね。さあスイカの気配を探って。あれ、魔力探知や五感を研ぎ澄ませても何もわからない。どうして？どう？スイカの場所は感じ取れた？いえ、これ以上やっても闇雲になってしまいますので、このくらいにしておきます。あんなに近くに置いてあったのに何も感じられなかったわ。まあ本来は人の声を頼りにして遊ぶものだからね、感じ取れなくてよかったよ。なるほど、スイカ割り、もしかして。ベータ、何か気づいたの？推測ですが、普段の対象は微量でも魔力を持っていたり、呼吸や殺気といった私たちが察せる何かしらの気配を持ち合わせています。ですが今回はただのスイカ。相手がこっちに対して存在感を出していない以上、私たちもそれをつかむヒントすら持ち合わせていないんです。なるほど、つまりこれは視界を封じられた時の戦闘訓練から生まれた英知。スイカ割り、奥が深い。やっぱり主様の英知は全てに深い意味があるのですね。ああ、うん、そういうことにしておこう。それじゃあ本番、私から先にやらせていただきますね。はい、じゃあ目隠しするよ。キャッ、目隠しされるのってなんだかドキドキしますね。次は私の番じゃない。落ち着くのよベータ。はいはい、そうだね。あ、私縛り方を覚えましたから、ベータの時は私がやりますよ主様。ああ、そう、それじゃあお願いするよ。そんな、イプシロン覚えてなさいよ。
それじゃあ始めるよ。せっかくだからベータが誘導してあげてよ。声かける方も面白いからやってみて。あ、はい、わかりました。イプシロン、まっすぐ歩いて。まっすぐ、まっすぐ、意外と難しいわ。それからもう少しまっすぐ。少し遠いのでどんどん歩いて。あれ、思ったより遠いのかしら。まっすぐどんどん歩いて。ちょっと、わざとでしょ、ベータ。そんな悪気はなかったの。指示する方も結構難しくて。覚えてなさいよ。次、ベータの番だからね。次は私の番ですね。今回は私だけが主様にいいところをお見せするわ。ごめんなさいね、イプシロン。主様、スイカ割りって嘘の誘導は禁止なんですか？え？ああ、そうだね。声しか頼りにできない状態で嘘つかれちゃうと意味がないというか。そうだったんですね。申し訳ありません。わざとではなかったんですが、疑われるような誘導は今後気をつけます。そういうことだから、イプシロン、頼むわね。こいつ、初心者のミスってことで初回は水に流そうってわけね。やり返してやろうと思ったけど先手を打たれた。今日のベータはいつにも増して手強い。こうなったら一か八か。わかりました。さて、私の方で目隠しをさせていただきます。あ、せっかくなのでスイカの設置もやらせていただきますね、主様。じゃあお願いするよ。何か企んでるな、イプシロン。まあ一回ベータにはめられてるし、好きにやらせてあげるとするか。ちょっと少しきつくないかしら。あら、ごめんなさい。初めてで加減がわからなくて。じゃあスイカを置くから離れるわね。さて、まずはスイカを置いてっと。そして隣にもう一つ。あとはベータを信じるだけ。あれはスライムで生成した偽物のスイカ。もしかして偽物の方に誘導するつもりなのかな。いやでも本物のスイカも近くに置いてるし、一体何を。主様、準備完了いたしました。始めてもよろしいでしょうか。うん、いいよ。ベータ、始めるわよ。まずは真後ろを向いてまっすぐ歩いて。真後ろ、まっすぐ。こっちは感覚的に浜辺だし危険性はなさそうね。まっすぐ、まっすぐ。一回ストップ。そこから5歩程度進んだら左を向いて7歩進んで、そしたら思いっきり振り下ろしていいわよ。イプシロンらしい正確な指示だ。これならスイカにしっかりたどり着けるね。私は緻密のイプシロンですから。
プシロンらしい正確な指示ね。でも何も仕掛けてこない。逆に気味が悪いわ。何してるの？そのまま振り下ろすだけよ。はいはい、分かってますよ。でも本当に信じていいの？ダメ元で少し気配を探ってみようかしら。私は直接試したわけじゃないし。微量な魔力の反応を感じる。これは円形だから。スイカ？足元の少しだけ左の方に感じるわ。これはチャンスね。これはおそらくイプシロンが運んだ際に微量な魔力根が付着しちゃったんだわ。確かにイプシロンは嘘をつかなかった。でも微妙な正確さを欠いて私に盛大な空振りをさせようとしたんでしょうけど、惜しいわね。この勝負、私の勝ちよ。もらったー。あれれ、いった。魔力を帯びた偽物のスライム玉を用意し隣に置く。イプシロンからのアドバイスに嘘はなかったけど、信じきれなかったベータは自滅してしまったと。ベータを把握しているからこその戦略、見事って言いたいところだけど、そういう心理戦が本質じゃないから。これ肝心なスイカ割れてないし。結構盛り上がったみたいだね、2人とも。ああ、そうですね。こんなに奥深い遊びだなんて思ってもみませんでした。奥深くしたのは2人のせいなんだけどね。スイカは海で冷やしておいて後で食べるとしようか。次はルール通りにやるようにね。はい。しかしこんなにノリノリで遊んでくれるなら僕だって提案しがいがあるってもんだ。次はもう少し体を動かせる遊びがいいかもしれない。あ、そうだ、ビーチフラッグスでもやってみようか。ビーチフラッグス？一体どのような英知なのですか？簡単に言えば伏せた状態からスタートして少し離れた場所に刺さっている旗を取るスポーツだ。ただし旗は参加者より少ない。2人でやるなら旗を取れるのは1人だけってわけだ。まあちょっと複雑な短距離走って感じだね。どう？やってみる？はい、ぜひ。もちろんやりたいです。これは私とベータが競う感じでしょうか？僕も参加したいところだけど2人が慣れてからかな。まずはそれで行こう。まずは手本を見せるから見てて。まずは手本を見せるよ。レディーセットゴー。ふう、久々にやれるのが嬉しくてつい本気でやってしまった。昔はこれを100セットやったもんだ。なんという速さ。これがビーチフラッグス。ごめん、ちょっと本気でやりすぎた。ここまで素早くやらなくていいけど、足腰のトレーニングも兼ねて思いっきりやってみるといいよ。
それじゃあ私たちも。まずはうつ伏せになって両手を顎の下に揃えて。はい大丈夫です。それじゃあ行くよ。 Ready Set Go。 出遅れた。よっしゃ、こりゃやったー、私の勝ち。あら、ベータ、これだけで息が上がっちゃったの？返す言葉もないですね。ちょっと苦しくて。うつ伏せになると胸が圧迫されてちょっと苦しくなってしまいまして。天然物は圧迫された時に苦しくなる。しまった、私としたことが。イプシロン、何か姿勢の工夫とかがあったら教えてもらえ。そんなの気合よ。気合。え、気合。そうよ、最初から気を抜いてリラックスするんじゃなくて、伏せる前から息を吸ってぐっとこらえたりしてるの。同じ悩みを抱える者として今回は特別に教えてあげるんだから感謝しなさいよね。わかったわ、ありがとう、イプシロン。2人ともお疲れ様。最初にしてはなかなかのタイムだったね。ベータは少し出遅れてたみたいだけど、様子からしていろいろと配慮不足だったみたいだね。ごめん。いえ、イプシロンは自分なりに工夫して解決していましたし、私の力不足です。悔しいけど、さすがね、イプシロン。次は私も負けません。望むところよ。さてはイプシロン、持った胸がそんなに肺を圧迫しなかったな。楽になるように自然調整してしまったとか、脂肪よりも圧迫度合いが低かったとか、そういうことだろう。一応対等になるように中腰からのスタートに切り替えておくか。レディーセットゴー。おりゃー。勝者はベータ。ついに2連勝、コツがつかめてきたかも。ベータ、結構体力あるじゃない。主様、もう一戦お願いします。今の私は絶好調ですから、次も負けませんよ。はい、準備して。と、まあこんな感じで2人とも気に入ってくれたようだ。競争相手がいるおかげもあってか、負けても次もう一本って感じのスポコンっぷりだ。これには僕も彼女たちの情熱に応えてあげたいと思う。今の僕はまさに熱血コーチ。スポーツ少女たちの情熱の火をかき消さず燃えたぎらせるのが使命だ。ふむ、ベータ、勝敗はついているが平均タイムが落ちているな。確かに。イプシロンはフォームが乱れている。このままでは悪い癖がついてしまうぞ。疲れをカバーするために重心を変えていたことに気づかれて。やっぱり主様の目はごまかせませんね。それっぽいことを言ってみただけなんだけどね。僕はスポコンのテンプレもある程度把握している。無理は禁物だ。休憩を挟んでから再開しよう。さて、準備はいいかな？はい、気合十分です。
よしよし。僕は休憩時間中、どうしたら彼女たちをもっと焚きつけられるのかを真剣に考えていた。結論はやはり飴とムチ。厳しい練習を乗り越えるためのモチベーションを用意してあげるのがいいコーチの立ち回りってやつだ。よくある合宿最後のバーベキューとか、コーチのおごりで焼肉とか、そういうお約束が大事だよね。勝った方にはご褒美をあげよう。え？ご褒美？なんでも好きな？いや、そこまでは言ってないけど。ベータ、悪いけどこの勝負絶対に勝たせてもらう。それはこっちのセリフよ、イプシロン。それより負けた時の捨てゼリフでも考えたらどうかしら。へえ、セリフを考えるのはベータの方が得意ではなくて。有名小説家夏目先生の書く捨てセリフ見てみたいわね。ふーん、じゃあ負けたら気持ちを曲にでもしてもらおうかしら。それを子守歌にしたら最高に寝つきがいいでしょうね。人気音楽家のシロン先生、言わせておけばこの勝負絶対に私が勝つ。私が勝つ。おお、こんなに熱くなってもらえるなんて効果てきめんだ。負けた方のフォローもしっかり考えておくとしよう。じゃあ行くよ。レディーセットゴー。スタートは完璧。うわっ、2人ともプロ顔負けの完璧なスタートだ。ここまでの数戦で確実にものにしている。残念だけど勝負はもうついているの。勝利とは常に積み重ねた練習の先にあるもの。直前で成果を出していたのはこの私、勝利の女神。いえ、シャドウ様は私に微笑む。主様からアドバイスを聞いた時、私は勝利を確信した。主様の言葉がいつも私を救ってくださるの。大事なのは初めから持っているものではない、可能性への気づきなのよ。主様からの期待に応えてみせます。はーい。2人とも互角。これは最後まで結末がわからないぞ。あれ、僕あんなところに旗置いたっけ。もちろん無事だよね。ええ、もちろん無事なのですが。主様、そのご褒美の件は、旗じゃなかったわけだし、今回は引き分けではあるから、とりあえずやり直しだね。やっぱりそうですよね。想像以上のダメージだ。これは最勝負って言っても気が乗らないだろうな。ここは2人とも最初に比べてすごく上達したね。熱い勝負を見せてもらって僕はすごく満足してるよ。本当の目的は2人のモチベーションを高め、個人そして勝負の質を高めるためだったんだ。え？その報酬は2人とも受け取るべきだと思うし、
二人にご褒美をあげるってのはダメかな。それはもちろんです。エプシロン、やったわね。そうね、終わってみればベータがいたからこそこんなに楽しめたと思うわ。これだよこれ、最後には互いを認め合う王道展開。お約束ってのはみんなが好きだからお約束なんだよな。こういうのでいいんだよ、こういうので。それで二人はどういうご褒美がいいの？何か食べたいものとか欲しいものとか。少し考える時間をください。人生で一番大事な選択です。美味しいもの。ああ、美味しいものね。美味しいもの。今のはどっちが？ボス、お待たせなのです。こら、デルタ、シャドウを困らせないの。へえ、いい場所だね。私が力を入れたんだから当然でしょ。みんなどうしてここに？任務完了、遊びに来た。ボス、ご飯の前に遊びたいのです。ボシボシボシ。おい、暴れるな、バカ犬。うわっやったな、オラオラオラかな。ボスの本気強すぎなのです。みんなで海遊び、こういうのっていいわよね。いいんですが、そのご褒美。二人に何かあったの？ちょっと説明が難しいと言いますか。まあいいか、みんなで海に来れたんですし、一緒に遊びましょう。そうですね、どうせ引き分けでしたし、みんなでパートね。まあ気にしなくていいなら別にいいんだけど。これがスイカ。さっきスイカ割りってエーチも教えてもらったんですよ。興味ある、やらせて。デルタも得意、スイカ粉々に割った方の勝ちなのです。私も詳しくは知りませんが、絶対違うと思います。やっぱりみんなで一緒が一番ね、ベータ。そうですね、この時間を大切にしましょう、イプシロン。主様の視線を感じます。やはり見られるのは恥ずかしいものですね。